こんにちは。本日はガンバ大阪対アルベジャール、この試合の模様をお届けしてまいります。解説は北澤さん、実況ジョン・カビラでお届けしてまいります。さあ北澤さん、よろしくお願いします。こんにちは、よろしくお願いします。まずファーストハーフ見ていきましょう。ガンバ大阪対アルベジャール、強豪同士、世界でも注目の一戦です。今日はそれぞれにスピードと連携が機能するワールドクラスのゲームが期待できるでしょう。長友、上がっていく左サイド、出せる味方がいませんでしたからね、やむを得なかったんでしょう。クライン、パラシオ、長友、米本、内田へ、本田、パラシオ、流れを止めます。本田、さあこの序盤両チームともまだシュートはありません。宇佐美、裏へのスルーパス、このパスはキーパーへ。蹴り出します。さあ来た、さあ柿谷、来たチャンスだ。伊達を使います、スペースへ出す、ここはカットします。まあ落ち着いた試合の入りでしょうね。まだ両チームともシュートもありませんから、どっちが先に攻撃のスイッチを入れてくるのか注目ですよね。いや決定的でしたね。体を張ってゴールを守る素晴らしいディフェンスでしたね。滝谷へ、本田、長友へ、激しい攻防、ボールが落ち着きません。今狙いましたね、いいとこありますよ。アラシオ、中央へ飛び込んだ、飛び込んでいってダイビングヘッドでした。タイミングよく飛び込んでいきましたよね。いいトライだったと思いますね。サイドのスペースへ走らせる、ここをかわした、このボールをカットします。パラシオ、クライン、ビダル、裏に味方を走らせる、自分で行く。そこまでゴール前に人が集まってしまうとショートコースがなくなってしまいますよね。まあ、リズムを失ってますよね。ミドルサードでこれだけボールを奪われてしまうとやはり可能性なくなりますよね。豊田へ、アーチのようなパス、いい形で全部インターセプトされてますよね。豊田、米本、本田、味方を走らせる、フリーですよ。本田から長友、抜けてくる、来た、どうだ、ディフェンダー集中力いいですよ。スルーパスを出す、先ほどからいいワンツーですね。上げてくる、こぼれた、ボール、カバーしましたよ。シュート、来た、先制、
先制。アーティスティックなゴール決まりましたね。そうですね、こうぐぐっと曲がって落ちていく、とにかくボールの軌道が独特でしたよね、はい、非常に精度の高いシュートでしたね。そうですね、先制ゴールが決まりました。1対0。1点取った後っていうのはゆとりが出てきて、そのゆとりがまた良いプレーとつながってきますからね、はい、2点3点と一気にいくケースもありますよね。なるほど、裏へのスルーパス、ここもしっかりディフェンスしました。前半終了です。15分間のブレイクの後、セカンドハーフに入ってまいります。結果前半1対0。後半です。気持ちとしては 0-0 のつもりでゲームに入っていった方がいいと思いますけどもね、うん、裏に味方を走らせる、ここも固い守りでボールを奪います。豊田、さあ内田へ、ビダル、マトゥイディ、パラシオ、グライン、マトゥイディ、うまく詰められましたからね。固いディフェンス、内田へ、マルセロ、エルシャーラビ、ウサミ。このセカンドハーフ序盤を1点差でリードする展開になっているんですが、北澤さん、この後どうご覧になりますか。まあ、この入り方もそうなんですけども、大事なのは次の1点でしょうね。この時間帯に位置すれば非常にシビアですからね。できれば早い段階で決めに行けたら最高ですね。来た、追いついた、ガンバ、ガンバ追いつく、頭で流し込んだ見事な一発。焦らずにね、落ち着いたヘディングシュートで見事なゴールだったと思いますよ。ガンバ大阪、ここで追いつきました。ワールドクラスになってくるとスーパーゴールが見たいという期待反面、実際ビッグチャンスをそう簡単に作れませんからね、はい、両チームともここっていう時に決めてきてる結果なんですよね。そうですね。豊田、味方を走らせる、オーバーラップですよ。メンバーチェンジをします。2人の選手を入れ替えます。グライン、マトゥイディ、イスコ、マトゥイディ、ここは厳しくプレッシャーをかけていきます。打つか、抜けてくる、これは先に触ります。縦にボールを送ります。どうする、チャンス来た、ここはキーパー処理しました。縦にボールをつないでいきます。ボール入りましたよ。裏へ落とした、ここで受ける、裏へのスルーパス、マルティーニョス、マルセロ、トヨダ、ブッキ、ボールが収まりません。ボールの角のパス、どうだ、打点を使います。味方を走らせる、抜けた、さあベンゼマ、
ブッキ、青山、前線へ出す。さあ豊田、ウィリアムズ、カラシオ、ベンゼマ、マテュイディに渡る。スペースへ出す。北澤さん、盛り上がりを見せているこのゲーム、現在この終盤で同点ですが、いかがですか。まあどっちが勝ってもおかしくないですよね。今日の内容はなかなか面白いですからね。さあ前線へ、水本、キーパーからのロングフィード、このボールに触ります。縦にボールを送ります。ここで受ける、前開いた、裏に味方を走らせる。ドゥンビア、さあ右へ預けて自分で行く、コース開いた、内野だ、勝ち越し。決勝点とも言えるでしょうか、このゴール決めました。いや今のは見事にスペースを有効活用できましたよね。そうですね、これはシュート前のパスが決定的でしたよね。出しと受け手のタイミングがバッチリでしたからね。相手のバックスは一歩反応が遅れましたよね。パスを受ける方もしっかりキーパーの位置を見ていたので。来た、追加点、決めました、追加点、頭で見事に流し込んできました。いいシュートでしたね。ストライクを続いてしっかり頭で決めてきましたからね。ここで笛です。3対1、勝利を収めました。北澤さん、試合を振り返っていかがでしょうか。攻撃的で